リックジアース。はい、リジェクター DQ テックがお送りします。リックジアースですね。マグマグ012、12回目ですね。ちょっと昨日でしたかね、ちょっと昼間でしたかね、ちょっとログインしたらスタート画面でですね、マグマ君がギュギュって言いまして、おっと思ってツイッターにちょっと書き込んだらですね、うん、ギュイギュイじゃなくてギュギュでしょみたいな、いきなり突っ込まれたりしたんですけど、まあギュイギュイだろうがギュギュだろうが別にどっちでもいいと思うんですけどね、うん、まあいいですけど、はい、ということで今日は今東京都立川市ですね。ここはなんとなんと、ハインドが6匹という非常に厳しいエリアですけども、それでですね、ちょっと一丸式のセカンド一丸式がですね、うん、ちょっと別の部隊にしてまして、まだ派遣から帰ってこなかったんで、急遽コブラを連れてきまして、ちょっと戦力的にどうか、もうヘリの戦いになっちゃってますけども、うん、ただ一丸式もあんまりダメージないですね、うんうん、ちょっとダメージ来ちゃいますね。あーっと市ヶ谷さんに、市ヶ谷さん狙いもいますね、これで拠点行かれるとちょっと、あっとまた市ヶ谷さんですね、拠点行かれるとちょっと厳しいんですけどね。こっち今触手が出てますが、うん、どうなんでしょう、これ市ヶ谷さん狙いですかね、上の3体はね、うん、まあ、ちょっと逃げときましょう、はい、うん、上から2番目のハインドが、3分の1ぐらいダメージが、あ、勝破になりましたね、うん、ただここで、殴り合いをするのはちょっと得策ではないと思うので、実はねあんまり戦車対空砲とかも育ってないんでね、今ツングースカーを一生懸命上げたり87式を上げたりしてるんですけど、うん、なかなか装備開発も資材の関係でできてなくてですね、ただ他のエリアには先のエリアには行きたいというところでね、うん、いろいろ考えてるんですけど、新しい第3師団エリア近畿地方はあそこは あれですね、駐屯地娘3人以上ってことなんですけど、レベルが低いんでね、あそこは攻略しやすいと思いますけどもね。ただその前にちょっと東京、うん、色気が出てきておりますが、まあこれはこの触手をですね叩いた方がいいなって感じしますけどね、うん、まあこんな感じで、やるしかないんですけど、やっぱりちょっとパワーがなんでしょう、うん、装備がね、うん、やっぱり戦況とかやってないですからね、めんどくさくてね、うん、赤の他人と絡むのがめんどくさいっていうかね、まあそれは冗談ですけども、やはりちょっと戦況とかね、こういうエリア進行が忙しくてですね、なかなか あっちの方はいろんなねアイテムもらえるんでしょうけども、うん、なかなか、うん、ちょっとそっち行く前にやることがいっぱいあるなって感じでね、うん、まあ一通りやることをやったらやるのかもしれないですけどね、まあその頃には、うん、ゲーム時代飽きちゃってるかもしれないですけどね、なんとか市ヶ谷さんが回避が高いんで耐えておりまして、あ、倒しましたね、立川市を攻略したということで、ただ触手が来てますから多分要塞が来ると思うんですけどもね、うん、お願いティーチャーですか今の人は、だ前持ってたような気がします、うん、こういう感じで来るんですけど、ちょっと一旦はトゥーラも一回倒したんですけどね、ちょっと一旦戻ってきまして、マグマグ大図鑑行きたいと思います。第11回目ですかね、はい、こちらです。はい、多連装噴針砲 T1 号ブラチーノということで、うん、これロケット系なんです。この子もあんまり使ってないですね。でやっぱりちょっとロリっぽい感じですね最近はね、小波中波、はい、大波ということでパンツが見えちゃってますということですね、はい、ということです。またお会いしましょう。はい、さよなら、どうも。